ニュルンベルク・ネインバーチは、ドイツ連邦共和国南部に位置し、バイエルン州のミッテル・フランケン行政管区に属する、軍独立市。人口50万人を超えるバイエルン州、第二の都市である。隣接するフュールと、エアランデン、シュバーバッハと共に、フランケン地方の経済的、文化的中心を成している。中世から続く伝統ある、ドイツ市にとって、極めて重要な都市である。 神聖ローマ帝国の帝国会議が最も多く開かれ、歴代の神聖ローマ皇帝が居住、滞在したニュルンベルク城を有し、神聖ローマ皇帝の正当性を称する神聖ローマ帝国のレガリアを含む帝国宝物が保管された。また、19世紀のドイツ統一を主導したホーエンツォレルン家がニュルンベルク城博を接収してきた都市である。 このように歴史的に重要な都市であったことから、ナチス政権も政権掌握後一貫して、ナチ党党大会をニュルンベルクで開催し、ユダヤ人の公民権を剥奪したとして、悪名高いニュルンベルク法などが制定された。それゆえ、ナチス政権要人を裁くニュルンベルク裁判が象徴的に行われたことでも知られる。こういった歴史をたどった都市であることから、人権問題に、 積極的に関わっていく姿勢を示している。リハルト・ワーグナーの学劇、ニュルンベルクのマイスター・ジンガーの舞台としても知られる。現在も、旧市街は、中世の城壁で囲まれている。ニュルンベルクは、ペグニッツ川の両岸に広がる。ペグニッツ川はこの都市の北東約 80km に、湧き出し、市内を東西に、約 14km にわたって貫いている。 旧市街地区のこの川はすっかり運河化されている。隣のフィールトでペグニッツ川とレドニッツ川が合流して、レグニッツ川となる。ニュルンベルクの西部及び北西部は主にペグニッツ川の堆積物によって形成された。ニュルンベルク北部は重要な野菜の工作地である、クノープラウフスラントである。ニュルンベルクの土地は、コイパーキに形成された柔らかい砂岩からなっている。この町の北側は、 一部は海抜600メートルを超える中びく山地のフレンキシェ、シュバイツにつながっている。地域は186.38平方キロメートルである。南部から西部にかけては建物が密集しており、西部は隣のフュルトと南西はシュタインとほとんど一体化している。北部は比較的平坦で肥沃なくノープラウフスラントが広がるが、この地域は同時に、 ニュルンベルク空港の西側干渉地域にもなっている。北西部には高度400メートル強の小さな森林地域のゼバルダー・ライヒスバルトが一致している。旧市街の北の境界はニュルンベルク城が立つ城山であり、市壁の大部分が残されている。東部からペグニッツ川北岸は公園化されたレイヒエンベルクである。ニュルンベルク市は北から時計回りに以下の市町村、 あるいは市町村に所属しない地域と境を接している。エアランゲン、ノインホーフの森、クラフツホーフの森、シュバイクバイニュルンベルク、ラウフアムホールツの森、ツェルツアーベルスホーフの森、フォルストホーフ地区、フィッシュバッハ地区、ホイヒト、レンデルシュタイン、クラインシュバルツェンドウェイの森、シュバーバッハ、ロール、シュタイン、オーバーアスバッハ、フィルト。ニュルンベルクのトビチブルンには、 いずれも市町村に属さない地域であるブルン、ビンケルハイとフィッシュバッハが隣接する。ニュルンベルクブーヒエンビュールクの月別平均気温と高水量ニュルンベルクは完全な大陸性気候ではなく完全な海洋性気候でもないドイツ南部に典型的な温和な中間的気候である。ガツ平均気温は1月の低、摂氏1.4度から8月の摂氏18度の間を 推移するが、夏の最高気温は、摂氏35度に達することもある。降水量は、地理的環境の割には、やや少ない。ニュルンベルクは、フランケンボンチに位置しており、この緩やかな鍋底状の地形が湿った空気を、この街から遠ざけているのである。しかし、時にはニュルンベルクも、激しい嵐に見舞われることがある。近くは2006年8月28日に、 竜巻があり、ガルテンシュタット区の多くの建物が甚大な損傷を負った。都市の成立初期ニュルンベルクの成立は明らかでない。ザクセン、バイエルン、東フランケン、ベーメンの境界で、1000年から1400年頃に保護された重要な街道が交わる地点から徐々に成立していったと考えられている。いずれにせよ、この入植地は成立初期に すでに市場の開催権を得ていた。この町は1050年に神聖ローマ皇帝ハインリヒ3世のシゲナリークーンデイにノーンバークとして記録されている。現在の地名の元となったこの名前は岩山を意味しているものと解釈されている。その後、ニュルンベルク城は皇帝の拠点として神聖ローマ帝国で重きをなした。1065年にハインリヒ4世は 帝国領ニュルンベルク及びその周辺地域に高等裁判所管区及び行政管区を設けた。コンラート3世は裁判権と統治権を持つニュルンベルク上白の位を新設し、ラープス家にこれを与えた。1190年あるいは1191年以後、この地位はソレルン家に移された。フリードリヒ一世は白白の手に渡っていた城の背後に二重の 礼拝堂を備えた王宮を建設した。その後、資産次会の権限は次第に拡大していった。1219年、皇帝フリードリヒ2世の大特権授与により、ニュルンベルクは帝国自由都市となった。1315年、ルートビヒ4世は、この市の自立性を高めるプリベリジアムデノン、エボカンドを授与した。白い白の影響力は、城とその直近に制限され、 フランケン地方におけるホーエンツォレルン家の拠点は、バイロイトやアンスバッハなどに移っていった。1427年、最後の白白フリードリヒロクセイは、ニュルンベルク城の権利をニュルンベルク資産次会に売却し、白白の地位は完全に消滅した。これ以後、バイエルン王国に併合されるまで、この都市の行政権は資産次会の手に委ねられた。百五十六年には、 ライン都市同盟に参加している。中世以来、ニュルンベルクはアウクスブルクと共にイタリアとヨーロッパ北部を結ぶに大貿易都市であった。商業都市の例に漏れず、ユダヤ人も多く居住していたが、1298年、リントフライシュ王と名乗る騎士に先導された群衆が、ボートと化して各地のユダヤ人街を襲撃し、ニュルンベルクでは698人のユダヤ人が、 犠牲となった。後の1349年の迫害では562人のユダヤ人が犠牲になっている。1498年にはユダヤ人全員が死から放逐された。産業においては金属思工業、繊維工業、製紙工業が発展した。ボルフラム・フォン・イッシェンバッハは十字軍文学の傑作、ビレハルムにおいて有名な。 ニュルンベルクのブグカジアに言及している。あとの15世紀には書籍の印刷、出版、販売も盛んに行われた。最盛期1493年のニュルンベルク多くの皇帝がニュルンベルクを好んで巨漢に選んだ。中でもカール4世は1356年にニュルンベルクで金印直書を交付した。直書では即位を 第一回目の帝国議会をニュルンベルクで開催することと定められ、この慣例は1543年まで続けられた。また、1423年に、ジギスムントは神聖ローマ皇帝の正当性を称する帝国宝物を異常し、年1回転換行事を開く権利とそれに付随して2週間のメッセを開く許可を与えた。これによってニュルンベルクは帝国内で、 皇帝選挙の地フランクフルトと国王大官の地アーヘンに次ぐ極めて高い地位を確実なものとした。帝国宝物のこの町での保管は1796年にフランス革命軍の侵攻を前にレーゲンスブルクへと移送されるまでの間続いた。ビルヘルム・ラーベは短編帝国の王冠において15世紀帝国の聖遺物は ボヘミアのカールシュタイン城に保管されていたが、フス教徒の手に落ち入りそうになった王冠を、ニュルンベルクの若い騎士が、それを守るため立ち上り、そのために組織された十字軍に代わり、目的を果たした後、帝国の聖物と共に死に帰還するという物語を語っている。1470年から1530年までの帰還には、ゲッツフォンベルリヒンゲミア、 コンラート・ショットフォン・ショッテンシュタインといった騎士たちが、フェーデや戦いを繰り広げたにもかかわらず、ニュルンベルクはその最盛期を迎えていた。優れた、鉄工芸やヨーロッパの中央に位置する、工易場の工場圏により、この町に、富がもたらされた。すでに14世紀末期、ニュルンベルクのフレックスドルファー・ケ・グラーツェンナー家の会社と、アマンカーメラ・グラウザイラー家の会社は、 カルパティア山脈地方の鉱山業とハンガリーの経済力とに食い込み両者の通称ルートは中部ヨーロッパの全域を覆っていた。二つの会社は密接に協力して営業し、他の有力なニュルンベルクの家柄、シュトローマーケ、アイスフォーゲルや等々とは隕石関係で結ばれていた。15世紀半ばにはベネツィアやアントウェルペンに代理店を開く。 イムホーフ会社が設立された。市の政治は、名家の出の都市貴族からなる参事会が取り仕切っていた。市を加藤支配した都市貴族は、華麗な家紋を有し、住宅を建て、槍甲冑などの武具で飾り立てて、騎士を気取り、騎士社会の行事であった演舞会をも主催した。1561年3月に、ニュールンベルクの中央マルクト広場で行われた演舞会を、 アムマンが描いた油彩画が今に残っていて、ミュンヘンの博物館に所蔵されている。中世末期、地を回る壁は約5キロメートル、市壁内面積約160ヘクタール。そこに15世紀半ばには約2万人が居住していた。もっとも、中世ヨーロッパの都市には制約により市民権を得た市民の他に市民権を持たない住民もいた。15世紀前半、 ニュルンベルクでは、非市民層の割合は、子供を除く、総人口の40%近くを占めたという。1370年頃、市当局は10カ条からなる、記者条例を発布し、物乞い、不老行為に対する規制を明文化した。このような措置は、その後ヨーロッパ各地の都市で発布された条例の先駆的事例である。1552年には、ニュルンベルクにおいても、 都市が維持すべき誇りと愛を視覚的に都市民にもたらす都市系関図が作成されている。マイスタージンガーのハンス・ザックスや画家アルブレヒト・デューラーはこの時代にニュルンベルクで活躍した人物である。デューラーの4人の聖人はこの街の教会のためにこの街で描かれた。この時代のニュルンベルクはケルンやプラハと並ぶ神聖ローマ帝国最大の都市の一つであった。 しかし1525年、市当局が宗教改革を受け入れたことで、皇帝との関係は次第に疎遠となり、皇帝の町としての権威は失われていった。一方で、フランケン綱領の創設を目論むホーエンツォレ・イルンケと、たびたび衝突、アンスバッハ編脅迫、アルブレヒト・アヒレス、クルムバッハ編脅迫、アルブレヒト・アルキビアデスとの戦争は、 それぞれ、第一次辺境白戦争、第二次辺境白戦争と呼ばれたが、いずれも、方園ツォレルン家の敗北に終わった。30年戦争と、その後1650年のニュルンベルク地図30年戦争の、時代、ニュルンベルク周辺の地域は、長年続いた、人地戦の戦場となった。ニュルンベルク自体が征服されることはなかったものの、 周辺地域の荒廃により交易が廃れ、経済的に次第に衰弱していった。戦後は1649年にニュルンベルクで平和の縁が模様され、敵対していた両陣営が共に何日も祝宴を行い、平和の祝賀ムードを確かめあった。帝国議会の開催地は1663年以降、レーゲンスブルクに上地することが定められた。 1700年前後に活躍したバロック期の音楽家、ヨハンパ・ヘルベルはこの町の出身で、晩年にこの町のデイバルドゥス教会に、オルガン奏者として戻り、そこで没している。19世紀から20世紀初め1858年のニュルンベルク地図1796年から1806年まで、深刻な事態が出かした。 近隣のアンスバッハを拠点としたプロイセン政府の圧力により、ついにニュルンベルクはプロイセン支配下に屈することとなった。しかし、この条約は履行されなかった。ニュルンベルクの借金にプロイセンが手を引いたのである。同時に、名門家の堕落した支配体制に対する不満が、ニュルンベルク住民の間で蓄積していった。こうした事態が帝国都市体制を根本から揺さぶり、 この町に革命の機運をもたらしたのであった。ナポレオン戦争期の1803年2月25日に行われた帝国代表社会議主要決議では、最初はそれでも独立体制を堅持したのだが、ライン同盟が結ばれ、帝国が崩壊した後、フランス軍がニュルンベルクを占領した。1806年9月15日、 フランス軍はこの都市をバイエルン王国に引き渡し、直ちに民政の体制を整え、バイエルンの管理下に編入させた。こうして1806年にバイエルン王国は王国全体の借金の一部として、ニュルンベルクの莫大な借金をこむることとなった。バイエルンはこれを整理統合して、弁済に努めた。バイエルンの法律に基づき、 それまでニュールンベルクでは礼遇されていたカトリック信者もプロテスタント信者と法的に同等の立場となった。復元されたアドラー号の思想19世紀になるとニュールンベルクはバイエルンの工業中心都市の一つとして発展した。1835年にはドイツ発の旅客鉄道アドラー号がニュールンベルクからフィールトまで運行を開始した。19世紀後半にニュールンベルクで 王道博が発明された。戦艦期の1920年代には、ニュルンベルクで政権獲得前の国家社会主義ドイツ労働者等が、党大会を開催していた。ただし、ニュルンベルク自体は選挙でナチス党を勝たせなかった。この都市では自由主義の DDP が有力な政党であった。同時に、工業都市としてバイエルンの社会民主主義の中心地でもあった。 ナチス政権下時代戦争勝利の後にナチス党大会が開催されるはずだったコングレスハレナチス政権下時代ナチ党大会が1933年から1938年にかけてニュルンベルクで行われその模様はレニリー・フェンシュタールにより映画化されたこの街はナチスにとって帝国党大会の街としてプロパガンダの上で重要な都市であった 1935年の党大会において、ユダヤ人から市民権を剥奪する法が定められ、一般的には、ニュルンベルク法と呼ばれている。ナチスはこの法律により、反ユダヤ主義思想の法的根拠を得たのである。このようにニュルンベルクは、ナチス党政権下のドイツを象徴する都市となった。第二次世界大戦後に撮影された、瓦礫の山と化した、ニュルンベルクの街。円形には、 セイローレンツ協会が映っている第二次世界大戦中、ニュルンベルクは連合国軍による空爆の優先目標であった。イギリス空軍とアメリカ空軍の航空機による爆撃で1945年1月2日にニュルンベルク級市街は破壊され、全市域が甚大な被害を負った。同年4月の4日間にわたる地上決戦で、さらにいくつかの歴史的建造物が破壊された。 一時は、この破壊された街を放棄して、他の場所に新しい街を作ることが真剣に検討されたほどの被害状況であった。同大戦期、ナチスにとってその精神性を保持する街として、神聖ローマ帝国宝物展が開催された。今日コンサート会場として使われる、聖カテリーナ教会が会場となった。そうした宝物の保管庫が、オベレシュミドガス52番地の地下にあった。 カンストバンカーは今でも保存、公開され訪れる歴史ファンは多い。第二次世界大戦後、第二次世界大戦後、1945年から、戦勝国は、ナチス独裁政権下の指導的戦争犯罪人に、対する裁判、いわゆる、ニュルンベルク裁判を実施した。市の再建は、建設責任者、ハインツ・シュマイスナーの指揮のもと、かつての都市構造に従って、 町の再建を行うという方向づけがなされた。このため、オリジナルの建物が広範囲に失われたにもかかわらず、たとえ実際には大部分の建物が戦後に再建されたものであるにせよ、城壁に囲まれた旧市街は、中世の面影を残す美しい町並みが復元され、多くの場所で中世や近世とのつながりを感じ取ることができるので、ある。 過去を深く反省し人権の道、ニュルンベルク人権センターなどを設置し、ニュルンベルク国際人権賞、ドイツ人権映画賞などの授与などを行っている。1825年まで、地域の面積は160.84ヘクタールであった。その後、産業革命に伴い人口は急速な上昇を続け、地域は多くの独立した自治体や地域を合併して拡大した。 現在の地域は186.6平方キロメートルである。19世紀の工業化の始まりによって人口は急速に増加した。1812年のこの町の人口は2万6千人であったが、1880年には10万人を超えて大都市の仲間入りをした。1900年には25万人、1972年にはその2倍で、 史上最大の人口を51万5千人を記録した。1985年に46万5千人にまで減少したが、その後再び増加に転じた。バイエルンの統計データ局の記録によると2005年12月31日付の公式な人口は49万9237人である。また、2006年11月18日に50万人目の 市民が誕生した。50万人前後での増減があったため、これはニュルンベルクにとって3回目の出来事である。ニュルンベルク市長者ニュルンベルク市議会は70人の市議会議員で構成される。2020年3月15日の選挙結果に基づく政党別議員配分は以下の通り、上級市長は2020年5月1日からマルクス・ケーニー氏が務めている。 大紋章にルンベルク氏の大紋章は青字に金の冠を被った王の顔を持つ金の和紙を描いたものである。この紋章はすでに1220年の印象に描かれており、帝国を象徴化したものである。頭部は一時的に女性の顔にデザインされたことがある。現在の形の大紋章は1936年に制作され、1963年に市議会の承認を得た。 正文章正文章は左右に分割。向かって左側は金字に赤い爪と赤いくちばしを持つ黒足の半身。向かって右は5回入れ替わる赤と銀の斜めストライプである。この斜めストライプのデザインは1260年からすでに用いられていた。帝国の象徴の足は1350年から登場する。1513年以降。 役所などの印象デザインとして用いられており、その場合、斜めストライプの数にバリエーションが見られる。現在一般的に用いられる、常実の形は1936年に大紋章と共に制作されたものである。小紋章をもとに死の旗も制作された。旗は赤と白の斜めストライプである。ニュルンベルクは以下の14の姉妹都市を持つ。 これらの都市のニュルンベルク事務所は毎年クリスマス市にその地の特産品を出展している。私的な交流サークルや若者の相互訪問等を通じて互いの接触は緊密になり実際的な助けにもなっている。クラックフやアンタリアには旧式のしかし可動性ビズミの支電が送られ実用に供されている。クラックフの街を走る旧ニュルンベルク支電の車両最初の 姉妹都市協定は1954年にニースと締結され、これは2004年により強固なものに改定された。1979年に締結されたクラクフとの協定を、ニュルンベルク市はそのインターネットサイトで、二つの都市の共同作業の大成功例で、両市の市民交流が常態化するのに貢献した。と記述している。 最も親密な姉妹都市関係の一つが1982年に締結されたスコピエとのそれである。若者の相互訪問や双方の芸術家交流のほか、マケドニア考古学研究の一つとして古代、スコピエ発掘において、ニュルンベルク自然史協会との共同プロジェクトが進行している。 このプロジェクトは1998年春に始まり、その後50年間に及ぶ長いプロジェクトである。ニカラグアのサンカルロとの姉妹都市協定は1984年にニュルンベルク市民主導で提唱され、コントラ戦争中の1985年に締結された。相互訪問を体験した若者たちの働きかけで、サンカルロ市は水供給の拡充、病院の新設、 上級学校や文化会館といった施設を得るに至った。ニュルンベルクとグラス号は同じ年に協定を結び以後30年以上に、渡って若者の相互訪問など親密な友好関係を築いている。1990年の初めに結ばれたハルキウとニュルンベルクの間の姉妹都市協定の焦点は援助であった。チェルノブイリ原子力発電所事故後、その処理に、 多くの人が派遣された。ハルキウ食品技術管理アカデミーは、ニュルンベルク科学調査局の協力で全ウクライナの食品調査を行うための研究室をパイロットプロジェクト内に立ち上げた。ニュルンベルクとプラハの通商交易関係は13世紀から続くもので、1990年に姉妹都市協定が締結された。一方、ハデラとの姉妹都市協定には、 長い時間がかかった。1974年からドイツとイスラエルとの間で相互訪問が行われていた。市議でニュルンベルクイスラエル文化協会会長のアルノハンブルガーは1986年の相互訪問の際に署名済みの友好協定を携えていき、1995年になってやっと公式な姉妹都市協定が発行した。1988年には 当時ドイツ民主共和国に属したチューリンゲン東部のゲイラと姉妹都市協定を締結した。この協定は1990年に友好協定に変更されたが、1997年に再度姉妹都市協定に改められた。1997年にはアンタリアとの姉妹都市協定も成立した。ミッテル・フランケン工業地域の市町村と、 新鮮経済特区の地域パートナーシップから新鮮市とニュルンベルク市の姉妹都市協定が締結された。漁師の動物園館での動物交換やニュルンベルクゲオルクシモンウォーム専門大学と新鮮ポリテクニックとの交換留学などが行われている。1988年にはギリシアのカバラ及びアメリカ合衆国のアトランタと姉妹都市協定を結んだ。 14世紀の初めにはすでにベネツィアとの交易が行われていた。ニュルンベルクの商人たちは中央の香辛料、絹、綿の市場に強い影響力を持っていた。また彼らはベネツィア経由でニュルンベルクの雑貨、毛織物、比較製品、蜜、琥珀などを輸出した。両種の姉妹都市協定は1999年に締結された。 2004年のスマトラ島沖地震後、2005年にニュルンベルクはスリランカのカルクダに対する支援都市協定を締結した。日本とは姉妹都市ではないが、埼玉市と2019年11月15日に経済連携のための覚書を締結している。2007年にニュルンベルクはそのヨーロッパ融和構想に対して欧州連合のヨーロッパ賞を授与された。 ニュルンベルクはナチス体制下で果たしたその役割から人権に対して歴史的責任を負っている。この都市は自らに平和と人権保護への積極的貢献が義務付けられていることを強く自覚している。その達成のために人間の尊厳の記念碑、人権の道や時代を超えてニュルンベルクの国家社会主義時代の情報を提供する。 党大会会場の資料センターを設立した。1995年からは人権用語に功績があった人物に対して与えられるニュルンベルク人権賞も設けられた。また人間の尊厳についての機関ニュルンベルク人権センターが組織され、ニュルンベルク人権ビューロが開設された。2年に一度ドイツ人権映画賞が授与される。 ニュルンベルク人権映画祭はこの町の文化行事の確固たる構成要素の一つと認められている。ニュルンベルク市は2000年12月10日に人権教育に対してユネスコ賞を授与された。国際連合教育科学文化機関はニュルンベルク市の平和と人権尊重に対する模範的な取り組みをこの賞で評価を与えたのである。これに加え、ニュルンベルクは 人口350万人を要するヨーロッパ、大都市圏ニュルンベルクの中心都市でもある。2000年7月に、新鮮のヨーロッパ事務所がニュルンベルクに開設された。古くからの工業都市としてニュルンベルクは、産業構造変化に強く関わっている。2007年6月現在のニュルンベルク市の失業率は9.8%で、バイエルン州で2番目に高く、 周平均のほぼ2倍に相当する。近年サービス業を主体とする都市への改革が試みられているが、工業分野での失業を一部緩和しているに過ぎない。ニュルンベルクにはエアランゲンニュルンベルク大学の専門家庭のキャンパスがあるものの固有の総合大学を持たないことが不利に働いている。農業、工業ニュルンベルク北部のクノプラウフスランとは、 広い野菜工作地域で特に初夏のアスパラガスの産地として知られる重要な農耕地である。ボルツェルドルフ周辺にはボルツェルドルフ砂岩が産出する。ニュルンベルクの多くの建造物がこの砂岩で作られており芸術史上大変に重要である。さらにニュルンベルクでは特筆すべき地下資源が見つかっている。工業ニュルンベルクの工業都市としての重要性は その品質の高さからヨーロッパ全土でその製品が評価された中世の伝統に根ざしている。このことから、デンベールガートンドゲートインアレラントという聖句が生まれた。現在でもある種の分野では最先端の能力を有している。ニュルンベルクは特に情報、コミュニケーション、エネルギー、電力供給、交通、流通といった分野ではヨーロッパで最先端にある。また、 印刷の分野においては、ハンブルクをしのぐドイツ最大の印刷の街である。市の北部にあるアルカテルルーセントのオプティカルセンターオブエクセレンスは、同社のアメリカ合衆国外最大の研究センターである。それでもニュルンベルクは、過去25年間絶えず工場閉鎖や触媒店を感受してきた。特に打撃を受けたのは、特殊機械製造と家電産業であった。 ニュルンベルク南部のンの敷地は時代とともに縮小を続けた。2006年前半に発表されたニュルンベルクアイグの工場閉鎖は黒字であるにもかかわらずイタリアやポーランドに移転したという点で注目される。サービス業市場調査の分野では第5位の市場調査会社 GFK がニュルンベルクにありドイツをリードする立場にある。この町最大の雇用主であるンデンベールが バーシュチャーム、ニュルンベルク保険グループはサービス業におけるニュルンベルクの大企業である。さらにニュルンベルクはコールセンターの分野でも重要な都市である。ニュルンベルクメッセニュルンベルクメッセはドイツで最も重要な会議、日本市会場の一つであり、世界の日本市会場トップ20のリストにも挙げられる。この会場では毎年ニュルンベルク番組本市が開催されている。 ニュルンベルクはドイツで重要な印刷の街である。2002年には6000人以上が43の印刷会社で勤務し、その売上は12億ユーロ以上であった。ニュルンベルク最大の印刷会社は、マウルベルト、USJ バルト・ティーフドルック及び、ヘッケル・ロレン・オフセットを参加に持つシロッとグループエイジーである。ニュルンベルクで最もよく知られた出版物は、 発行部数1,500万部のクベレカタログ CT キッカーシュポルトマガツインニュルンベルガーナハリヒテンなどであるニュルンベルガーナハリヒテンは発行部数約30万部でドイツ最大の地方新聞である2005年6月現在出展ニュルンベルク市都市研究統計局過去15年間にニュルンベルクには多くの産業地区や産業パークが形成された 鉄道の泉に飾られた鉄道開業時のニュルンベルク駅を描いたドーヴァンレリーフレキシニュルンベルクは交通の要衝に位置し中世にはすでに重要な交易路がいくつも交差していたこのためかつてニュルンベルクはヨーロッパで最も裕福な都市の一つであった1835年12月8日にドイツ発の鉄道アドラー号がニュルンベルクとフィルトの 間で運行を始めた。その後、19世紀に鉄道網が整備されるにつれ国際交通の結節点としての地位はより重要性を増していった。20世紀に入り、多くの遠距離道路、空港、港が新設、拡充され、この街は重要な交通ポイントとして発展した。広域交通ドイツの地方間を結ぶ広域交通はドイツ鉄道が担っている。 ニュルンベルク中央駅は、その広域交通における北バイエルンのハブ駅の役割を果たしている。ニュルンベルクは、多くのアイス、IC 及びいくつかの急行列車の乗り継ぎ駅となっている。ニュルンベルク中央駅主要路線は、以下の通り。2008年4月から、ニュルンベルク中央駅には、ヘルスブルックに本社を置くして井いの列車が、時折停車するようになった。 主に東ヨーロッパ方面へのたくさんのバス路線があり、長距離交通を円滑なものにしている。主要な発着所は、ニュルンベルクバスステーションで、中央駅から徒歩、約2分の距離にある。地域交通ニュルンベルクとインゴルシュタットを結ぶ、レギオナルエクスプレス。手前に映っているのは、制御客車で、 もう一方の端に機関車が連結されたプッシュプル列車である数多くの地域交通が広域交通網を保管している。レギオナルエクスプレスやレギオナルバーンの列車がアムベルク、アンスバッハ、ホルヒハイム、キッチンゲン、パールスベルク、ペグニッツ、トロイヒトリンゲン方面を結んでいる。2006年12月10日に広域鉄道網に完全に組み込まれた。 快速路線ニュルンベルクインゴルシュタットミュンヘン線は通常のアイスの列車の他にドイツ最速のレギオナルエクスプレス列車ミュンヘンニュルンベルク特急でも運行されている。統一料金システムであるため地域交通や市内交通は広域交通を一緒に利用することができる。ニュルンベルク広域交通連盟の料金は全ミッテルフランケンとオーバーフランケン、ウンターフランケン オーバーアップファルツの一部でも有効である。市内交通ニュルンベルクの市電近郊公共交通機関の市内路線はニュルンベルク交通活動会社が運営している。交通の基本骨格は3つの市電路線と3つのユーバーン路線からなる鉄道路線により形成される。ドイツ鉄道の3つの S バーンも都市交通に分類されニュルンベルク市内交通の重要な一部を担っている。 51路線にある市バスは U バーン、S バーン、市電が運行していない地域を結び、その開発に寄与している。2005年の統計では VGN が統合管理している公共交通機関は、延べ1億4767万人の乗客を運んだ。ニュルンベルク市内交通の特徴として以下の点が挙げられる。 ニュルンベルク周辺のアウトバーンと主要道路、アウトバーンニュルンベルクは主要な連邦アウトバーンの交差点となっており、市の東部と南部にジャンクションが設けられている。連邦道市域内を貫いている環状連邦道 B4R5 線に以下の連邦道が接続する。市内道路市内の全道路の総距離は 1138.8km である。 500以上の交差点に信号機が設けられている。信号機は時刻や交通状況に応じて自動と手動を切り替えるようプログラムされている。消防車両、市電、路線バスは100以上の交差点で常に優先となる。住民1000人につき582台の原動機付き車両がある。ニュルンベルクの交通量の大きな部分を 日々の通勤者が占めている。2005年に行われた平日の無作為調査では572,543台の車両が市境を越えて往来していた。2004年の交通事故統計によれば市内の交通事故で2,703人が負傷し、11人が亡くなった。動的交通システムニルンベルクの 動的交通システムに連動した可変式表示板催し物や工事、事故といった特殊な場合の交通規制のために、ニュルンベルクには動的交通制御システムが導入されている。これは道路上の交通量、車両種別、おおよその速度を把握するもので、こうした情報は自動的、あるいは人により解析され、交通状況を適正に保つ。 要アウトバーン周辺はじめ市内140カ所に設けられた可変式表示板の表示を切り替える。ニュルンベルクの動的交通制御システムはこの種のものとしてはヨーロッパ最大規模のものである。自転車道アダックは2003年にニュルンベルクの自転車道路網の状況を平均並みと評価した。短所としては、例えばブーヒャー通りやターフェルフェルト通りのような主要道路沿いの 自転車レーンが不足している点を批判している。長所としては、比較的少ない事故数と信号の切り替えが自転車に配慮されている点が挙げられている。2005年の全ドイツ自転車クラブが行ったいったアンケート調査では、人口20万人以上の都市部門で28都市中13位と、中程度の評価であった。ここでは、 市内中心部へのアクセスの良さが評価され、工場周辺地域の交通が批判されている。歩行者道ニュルンベルクは約1.6平方キロメートルの旧市街内にいくつもの歩行者専用道があり、その総延長は約5700メートルである。市議会は1966年に 地下鉄が建設され地上の交通が格納された後地を歩行者専用区域にすることを決めた。1973年に都市建設のコンペが行われ、ベルンハルト・ヴィンクラーの提案が勝利し、採用された。この計画に基づいて1975年に歩行者専用区域が設けられた。ペグニッツ川やベールダー・ビーゼ、ベールダーこそいの歩行者専用道は人気があり、 多くの散策者やジョガーに利用されている。航空士の北部にあるニュルンベルク空港はニュルンベルクを国内、国外航空路に結びつけている。離着陸数は1998年の84,041回から2006年には78,043回に減少しているものの、 この間の利用者数は2529,307人から3965,357人と増加している。水運ニュルンベルク・バイエルン港ニュルンベルクは市の生誕を通るマインドナウンガによって国内、国際航路と結ばれている。ニュルンベルク・バイエルン港の近くに南ドイツ最大の貨物流通センターがある。新聞 定期観光物ニュルンベルクの主要な新聞には、ニュルンベルガーナハリヒテン、ニュルンベルガー・ザイトンク、アーベント・ザイトンク及び、ビルト・ザイトンク・ニュルンベルクがある。市自身も、定期観光誌、ニュルンベルクホイテを発行している。この情報誌は、市の出来事や、今後の展望について解説するものである。ニュルンベルクのオリンピア出版のスポーツ紙、キッカーは、 連邦全土で発刊されている。テレビバイエルン放送は、ニュルンベルクにスタジオフランケンを有し、フランケン地方全域のラジオ及びテレビの報道を担当させている。民放のフランケン TV は、ニュルンベルクフィールトやランゲン地区、並びに、全、ミッテルフランケン及びオーバープハルツ西部向けに放送を行っている。2005年5月30日から24のテレビ局は、 DVBET 方式のデジタル放送をニュルンベルク送信所から送信し始め2005年8月31日にアナログ放送をデジタル放送に切り替えることを決定したニュルンベルクはドイツで9番目にデジタル化された地域である2006年3月以降 IT サービス会社アトスオーリジンはハンブルクにあったプレミアテレビ GMBH の 計算機センター管理部門をニュルンベルクに移した。ラジオニュルンベルク地方では、バイエルン放送のスタジオフランケンのほか、様々な商用ローカル放送がある。ゴング97.1、ヒットラジオ N1、シャリバーリ98.9、ピラトラジオ、ラジオ F などである。これらは共用のラジオ放送局をニュルンベルクに置いている。ビルラジオ91.0は、 市内中心部にスタジオを持ち、NRJ ラジオグループのエナジーニュルンベルクは、ニュルンベルク保険のビジネスタワー内にスタジオを所有している。この他に、ラジオ Z や教育チャンネルロックマックスも放送を行っている。連邦労働局の管理センターニュルンベルクは、以下の政府官庁、施設もしくは公益法人の所在地である。さらにもある。裁判所教育機関ニュルンベルクには、 フリードリヒ・アレクサンダー大学エアラゲンニュルンベルクの法律、経済学部経済学専攻部門と、旧教育学部の研究所がある。この他にゲオルクジモン・オウム専門大学ニュルンベルク、造形芸術アカデミー、ニュルンベルクプロテスタント専門大学、ニュルンベルク音楽大学がある。この他の市内の教育機関としては、ギムナジウムが13校、実家学校が5校、 総合学校が3校、専門上級職業学校が2校あり、多くの職業学校、職業専門学校、専門学校、本家庭学校、基礎家庭学校がある。研究機関道道市場と職業に関する研究書市の北東部にアルコテルルーセントのオプティカルセンターオブエクセレンスがある。ここにはフラウンホーファー協会の集積回路研究所もある。ニュルンベルクは、 労働市場と職業研究の中心地でもある。労働市場と職業に関する研究所と企業教育研究所がある。図書館、資料館、私立図書館は、エギディーンプラッツ図書館、中央図書館、多くの特別図書館、指導図書館を運営している。私立図書館の管理部門は、エギディーンプラッツ図書館に置かれている。私立図書館の分館は、 フランケンセンター近くのランクバスアークにある。エアランゲン・ニュルンベルク大学の図書館は他の大学施設に近いトゥヒハーゲレンデにある。ニュルンベルク私立文書館はノリス・ハレにある。ニュルンベルク裁判所 -1916 年に完成、1932年まで裁判所として利用された。第一次世界大戦では完成していた西側部分が軍病院として利用された。 第二次世界大戦では、軍や政府機関やゲシタポなどの部署が置かれた。戦争の被害は、ほとんどなく。戦後になると、ナチス党がニュルンベルクで、党大会を行っていたことから、象徴的にニュルンベルクで、国際刑事法に基づく初めての軍事裁判を、行った。その時に使われたのが、ニュルンベルク裁判所6 0号室である。 チネチッタ・ニュルンベルクニュルンベルクの一番大きな劇場は、ニュルンベルク州立劇場とシャウシュピールハウスからなるで、ある。この他に、これよりは、小さな劇場がいくつかある。ニュルンベルクには良質な子供劇場もあるニュルンベルクの商用映画館は、フィルムハウスニュルンベルク、外国語映画館、ロキシーの他、チネチッタ・ニュルンベルク、キノパラスト・アドミラル、その他小さな映画館がある。 アルブレヒト・デューラーハウス・ニュルンベルクは芸術史、文化史の博物館が豊富な街である。多くの芸術作品を街のあちらこちらにある博物館で見ることができる。主要な博物館は以下の通り。主要なコンサートホール及び祭事場ニュルンベルク州立、劇場オペラハウス大オーケストラ主要な合唱団、ニュルンベルクには数多くのサークルや教会がある。その中には 長い伝統を持つ者も,もある。著名な団体として以下のものが挙げられる。ニュルンベルク城の円形。向かって右に少し離れた建物はユースホステルとして利用されているフラウエン教会。第二次世界大戦後に再建された紙壁内の街並みのところどころに芸術史及び文化史的価値の高い中世や近世の建築物の遺構や断片が点在する。 中心街の見どころとして、特に以下のものが挙げられる。これらの見どころの多くは、歴史的文化財を示す標識で示されている。この他にも、ニコラウス・コペルニクスにちなんで名付けられた、プラネタリウム、動物園、文書センターがある帝国島大会会場や、レギオ・モンタヌス天文台なども見どころである。著名な人物の墓があることで知られる、ヨハネス墓地や、ローフス墓地は、 ホアオルトにある。旧市街南側の市壁と堀に面して、中央駅と過激場がある。これらはどちらもニュルンベルク城から肉眼で見ることができる。2004年8月7日からデューラーの承形が設けられた。これはアルブレヒト・デューラーの足跡をたどる観光周遊路である。この周遊路沿いに屋外での英文施設によるガイドが設けられ、 観光客はマイクロコンピュータを使って音と映像による旧市街のガイドが楽しめる。1975年から1977年にかけてシュバイナウクにニュルンベルク送信塔が建設された。2005年に送信アンテナを交換した後の高さは292.8メートルでドイツで3番目に高い送信塔である。185メートルの高さに ニュルンベルガーアイというニックネームが付けられた展望台がある。また送信塔全体にはシュパルゲルというニックネームもある。1988年以降、サトイチとティルプラスのテレビプログラムの送信を開始したことからテレビ塔と呼ばれるようになっている。市の南部に位置するルイトポルトハインはヨーロッパ最大の野外クラシックコンサートであるクラシックオープニアの会場である。 この公園の南東は、ドッツェンタイヒ公園に繋がっている。この近くには1930年代にナチスが築いた帝国島大会会場跡がある。市の北側には、市立公園とツイゲルシュタイン国属す大規模なマリエンベルク公園がある。旧市街の東側、ペグニッツ川沿いに15ヘクタールの広さを持つ公園、ベールダービーゼンがある。夏には、ビアガーデンや、 感覚育成体験広場などで訪れる人々を引きつけている。公園の東側はペグニッツ側の貯水池であるベールダーことその緑地帯につながっている。ベールダー、ビーゼンの北には広さ4ヘクタールの小さなクラマークレット公園がある。プレラー広場の近くには小さいながら頻繁に利用されているローゼナー公園がある。 ペグニッツ川沿いを西に向かったフィヨルトの近くにあるハラービーゼとコントマーツガルテンの裏手に長く伸びたペグニッツアウェンがある。レーダーラー橋の近くには水遊び広場や水汲み水車のレプリカがある。ペグニッツ川は1999年から再び自然の流れに回収され直された。 環状道路の西側から広さ11ヘクタールのベストパルクが始まり、西側の農地に向かって伸びている。ベストパルクは1999年に2009年の連邦庭園博をニュルンベルクで開催するというコンセプトの一部に組み込まれていた。しかし、ニュルンベルクと他の7つの市は候補から落選し、シュベリンでの開催が決まった。 西ノシ,シュタインとの境界にあたるレーテンバッハバイ、シュバイナ奥には27ヘクタールの広さのカーバーパルクがある。ヘスペリデン・ゲルテン小さな公園としては、また、ニュルンベルク旧市街を囲む残存する堀の跡も公園風に整備され保存されている。ニュルンベルク周辺部の自然地区も公園風に整備されている。レグニッツ渓谷、ハインベルク自然保護区。 ペグニッツ川で区切られた森、すなわち北部のゼバルダー・ライヒスバルトとハイキングやサイクリングの目的地として人気の高地、シュマウゼンブックがある南東部のローレンツァー・ライヒスバルトである。シュマウゼンブックには周囲を一望できる展望塔が立ち、夏季の日曜祝日に開放されている。この近くには1939年から自然景観動物園と称される。 広さ70ヘクタールの動物園があり、イルカなどの海生生物も飼育展示されている。さらに南には、ファルツナー池やゴルトバッハ側の包みがある。クリスマスマーケット、左手前は、シェーナーブルン年9月には、アルトシュタットフェストが開催され、パレードやコンサートあるいは運河でのフィッシャーして派編、などの伝統行事が行われ、街が賑わう。12月に、 ハウプトマルクトと,とその周辺で開かれるクリスマスマーケットはドイツの中でも特に有名で国内最大級の規模を誇り世界中から観光客が集まりにぎわう。ニュルンベルク市街地南東部のドゥッツェン大避公園周辺にはグルンディッヒ本社と共にスポーツ施設が集中している。ルター派プロテスタント地域に属する。ニュルンベルク市にある ドイツ福音主義協会加盟協会の大部分はバイエルン福音ルター派協会ニュルンベルク教区に属している。レーアに本部を置く福音改革派協会に属している改革派協会も一つある。中世以来職人の町として知られ、鉛筆を発明したシュテートラー、ステットラー社の元祖いやクラリネットの発明で知られる18世紀の 木管楽器の名称ンナな親子などが活躍した。名物料理に独特の短いソーセージ、ニュルンベルガー・ブラートブルストがあり、市内に老舗の専門店が数店ある。また、ナツメグなどのスパイスが加えられた焼き菓子、レープクーヘンも有名。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して、 直接参照してはおりません。ありがとうございます。